わかるかい？自分のことを嫌いになること以上にこの人生で辛いことはないねん。そういうことですよね。はい、どうもこんにちは。キッズコーチのミスター・オカチです。自分がやりたいことを見つけて本気になれる言葉を全力で紹介してまーす。だからチャンネル登録よろしくね。はい、ということで今日どうしてもあなたに伝えたい言葉は、自分を諦めるな。中学生の時にバスケットボール部に入りました。お父さんと同じやつ、ずっとずっとやりたかってん、バスケットがな。でも背が小さくて足が遅くて運動神経が悪かった。そして失敗するのが怖かってん。だって失敗したら笑われるやろ、失敗したら恥かくやん、バカにされるし、それが嫌やってん。だから自分が絶対に成功すると思うことしかやらなかったんだよ。自分よりも下手くその相手としか勝負はせえへん。右のドリブルは得意やけど左のドリブルは苦手。だから右のドリブルしか練習せえへんし、右のシュートしかやらなかった。こんな感じで自分が絶対にできることをやっていたら、ほらほら、失敗せえへんやん。だって絶対に勝てる相手と戦ったら絶対に勝てるやん、負けることないやん。そうすれば気持ちは楽になったよ。失敗せえへんからな。でも全然うまくならへんかった、成長せえへんかった。当たり前やん、できないことはできないままやもん、できることしかやってなかったもん。そうすると同級生はどんどん試合に出ていくけど、おかっちだけ試合には出られへんかった。ずっと補欠やってん。ベンチウォーマーっていうね、ベンチに座ってベンチを温める人みたいなね。悔しかったよ。だから決めたな。その悔しいの嫌やってん、悲しいの嫌やってん、惨めやんか。みんな試合で出んのに自分だけ試合を見てる、ベンチに座って見てるだけ。それがどうしても嫌やって。だから決めたの、本気でやらない。どういうことかわかる？本気で出さへんってこと、適当にやるっていうこと。じゃあな、本気でやらへんかったから上手くなってないねん。本気でやってないから試合に出られへんねん。本気でやってないから成長せえへんねん、という言い訳ができるやん。みんなに言い訳できるやん。そうな、部活のメンバーにも言えるし、その部活以外の友達にも、なんで試合出てないのって言われたら、いや俺本気出してへんからって言えるやんか。だからおかっちはそうすることに決めて、大好きなバスケットボールやったけど適当に練習して適当にやる、つまり本気を出さないということ。そうしたらどうなったか、気持ちは楽になったよ。だって本気出したら絶対に上手くなるって思ってるもん。だから俺が上手くないのは本気を出してないからやって言えるもん。だから気持ちは楽になった。でも当たり前やけど全然成長せえへんかった、上手くならなかったんだよ。そうやん、だって本気でやってないもん。できないことはできないまま、できることも同じ状態のまま、レベルアップしていかへんねんな。そうなるとおかっちの下の学年がどんどん上手くなっておかっちを抜いていった。それだけじゃない、もっと悔しいこと、おかっちの隣のコートで中学生、おかっちが高校生になった時な、中学生の、部活にな、弟が入ってきたんよ。同じ部活よ、隣のコートで弟は練習してる。で弟はめちゃめちゃ活躍してんねん。なんか北川地っていうせ、あのね、地域の選抜に選ばれたみたいな、めっちゃ活躍してんねん。でたまに中学生と高校生が試合すんねん。おう兄貴どこおんの、兄貴どこおんのって弟の友達が言うやん。兄貴どこおんのって言って、兄貴は得点板をつけていて試合に出ていないの。わかる？わかる？弟は中学生と高校の試合出ているの、そして大活躍しているの。でも僕はその試合に出ていなくて、その得点板、そしてボール拾いをしていたの。おかち言われた、友達に、お前の弟めちゃめちゃうまいな、大活躍してるな、でもお前はどうよ、
本当に悔しかったよ。本当に悔しいというか苦しかったんだよ、ここら辺が本当に苦しかったんだよ。だからもうこんな苦しいのが嫌やって思ったから、大好きやったバスケットボールを高校2年生の時にやめました。だってもうこれ以上耐えられへんかったもん。なんか弟とずっと比べられるし、弟は上手くて補欠、弟は試合に出て得点板ボール拾い、それがどうしても嫌やったから大好きだったバスケットボールをやめたんだよ。バスケットやめてからな、何をやっても長く続けることができへんかった。すぐに諦めてしまう、全然続かへん、途中で投げ出してしまう、そんな自分がな大嫌いやった。毎日がな全然面白くなかった。だからあなたに伝えたい、自分を諦めるな。自分がやりたいと思ったことを諦めるのをやめてしまおう。自分がやるって決めた、やるって決めたことであったり、自分がどうしてもやりたいことそこにある、ある、もしあるんやったらそれを諦めずに全力でやろう、本気でやろう、適当じゃない、一生懸命 100% の力を使って全部出し切って全力でやる。そうしないとな、どんどん自分のことが嫌いになる。おかっちがそうやった。毎日が楽しくない、だって成長せえへんもん、本気でやってないから上手くならへんもん。そしてどんどんみんなが上手くなっていく。悔しかった、惨めになって自分のことが嫌いになる。わかるかい、自分のことを嫌いになること以上にこの人生で辛いことはないねん。自分のことを諦めること以上に苦しいことはないんだよ。だから失敗してもええやん、それよりも自分を諦めるな。自分がやりたいと思ったこと、それ本当に思ってることやろ、自分の気持ちやんか。自分の気持ちに嘘をつかずに、自分がやりたいって気持ちに正直になって生きようよ。全力で本気でがむしゃらに 100% の力を使って、おかっちは君が自分がやりたいことを見つけて、それを全力で 100% の力を使ってやることを心の底から応援してます。はい、ということで新しいこの企画が始まりました。この企画は子供が本気になるミスターおかっちの独演会、そういうシリーズでございます。でもこのチャンネルではね、いろんなことをやっていて、子育てを頑張るお父さんお母さんに向けて子育てに役立つ情報をお伝えしたり、そして今回のように子供である君たちに直接伝えたい言葉を伝えたり、そんなことをやってます。ですので興味がある方はチャンネル登録を今すぐポチッと押してもらえたら嬉しいです。はい、ということで今日はこんな感じでおしまい。バイバーイ。